阪神ゼロの一巨人、23日、甲子園阪神が首位巨人との天皇山第二戦に敗れた、これでゲーム差は再び2に広がった、3度の得点圏で凡退した佐藤輝明内野手、25は、悔しいすねと振り返り頑張りますと次戦へ振り絞った、森下翔太外野手、24も、切り替えて頑張ります近本光司外野手、29は、勝つしかない、僕らには僕らにできることをするしかないのでと前を向いた。